Most of the time, hopefully, we feel great. But the truth is, sometimes we might not feel so good. And it's easy to forget the good times when you don't feel great. Luckily, the next company will help to improve your mental well being in the long term. Let's welcome Kiban Log. 気分ログの村上ですこの方かなさん自分には悪いことばかり起こる自分は呪われているんだと絶望していましたこれはメンタル疾患に見られる認知の歪みという思考パターンで国内に506万人の患者がいるのをご存知でしょうかしかしかなさんはある日気分ログというアプリに出会います感情コントロールができるというので使い始めました アプリではまず幸せ苛立ち不満などからその時の気分を選びますかなさんがまず選んだのは絶望そして理由を書き出しますたったこれだけを1週間続けると面白いことが分かりましたかなさんは自分には悪いことばかりと思っていましたが実際はいいことが同じくらい起きていたんです自分の人生にいいことも起きると知ったかなさんは呪いから解放されました カナさんと同じ体験をしたのは5万人以上の気分ログアプリユーザーで月2万件以上のログが蓄積されますこれを実現しているのは精神疾患に効果が認められている認知行動療法とエクスプレッシブライティングのテクニック作ったのはアプリや精神薬の開発に10年以上実績のあるメンバーたちですさらに東大や北里大学とも慢性疼痛の分野で研究が始まります 加えて、テイファーマとは精神疾患の分野で採択されました。狙うのは精神薬の売り上げ、国内6408億円、このうち薬が反応しないとされる半分以上の市場です。薬で治らない人たちを一緒に救いましょう。投資を求めています。ぜひブースに来てくださいいありがとうございました